こんにちは、近藤寛子です。はてとおき丘。こちらの文学館でしか買うことができません。こちら、見ると字がとても大きいんです。老眼の私には嬉しいです。このはてとおき丘、旭川が舞台なんですが、この中の人物で一番嫌な ゲス男ベスト3に入るカナイどんなにゲス男か読んでみてください面白いです